ょっとね皆さん本当に突然アカウントが変わっちゃってめんどくさいことをちょっとしてしまいましたけれども、結構フォローしてくれてて皆さん嬉しいです。イエーイ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 。2は継続するのもちろんです皆さんこんばんは、尾上です。これしか言ってない。まだ今日はねちょっとね初配信なんで気合い入れていこうと思ってるんですけれども、思ってるんですけどもう11時なんでだいぶもうオフモードになりつつあります。尾上ですボルバに当てる動画見た、おありがとうございます。インスタグラムね、そうインスタグラムでバー当てチャレンジ動画が載っておりましたね。え、ちょっとねちょっと待ってね、ゆうとさんなんて呼べばいい、え、もうお水着で、尾上水着でお水着です。よろしくお願いします。はじめまして、すいさん、かわいい名前、すい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 さん、尾上水着です。いや24時までの制限なしです。多分 X お返事ありがとう、あお返事させてもらいました多分その方かな。このおてんちゃんの配信来て、あ来てました、さっきご飯食べながら見てました。初見ですね。めっちゃさ今日見て、ほらお水着の唇なんか調子乗ってオーバーリップしたんですよ。オーバーリップオーバーリップなんか何オーバーリップしてるんですね唇。そしてめっちゃヒリヒリしてて大変痛い、普通に唇痛い。リフティングできるんですよ、サッカーが得意です。サッカーが得意ですよ、私の周り慣れてますねちょっとね緊張とかは全くしてないです。配信めっちゃね唇が痛いっちゃん、これヒリヒリするやつでめっちゃ唇プルンプルンになるんやけどプルンプルン、みどりさんって言うんですね。すいさんじゃなかった、みどりさんよろしくお願いします。尾上です、尾上瑞希、お水木って呼んでください。フラッシュアンちゃんもね最近ねなんか誰にも披露してないんで、フラッシュアンちゃんできるの信じてもらえんかもしれんけどめっちゃできます、本物です本物の尾上です。ライブ行くよ、嬉しい。お披露目は24日、12月じゃない7月24日、あ、8月24日土曜日です。よろしくお願いします、来てくださいぜひ皆さん。サッカー見たいって、サッカー見たいってばい。サッカーねする機会あるかな、いつかしたいですけどね。なんかちょっとね私今すごい肌が荒れててですね、残念なことにあんま近づきたくないんですよ。めっちゃ肌荒れして皮膚科に行かんといけん。レッドブルさん、ありがとう、嬉しい、ぬいぐるみいただきました。ちょっと待って頑張ってくださいって、ありがとうございます。絶賛レッスン中でございます。そうなんですよ、もう時間がないんですよ思った以上に。7月8月24日まで頑張ってますよ皆さん、絶対見に来てください。お返事もらった、ムクタムさんね、へえ名前違うんや、ショールームとツイッターで。どうぞよろしくお願いします。なんかね何解禁されてから、その今回のね、あちょ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 そういう説明もせんといけんテロップに書いとこうか、なんて書くっけなんて書くっけ、お披露目24日8月20、ああー
ちょっとね、私テロップ超苦手なんですよね。ちょっと待って。はい、いろめ。愛に聞いてください。いけたー。そう、24歳で24日。出身長崎です。出身長崎なんで、めっちゃなまってます。九州。ちょっと暑いっちゃけど、めっちゃ。クーラー熱い熱い。配信するとめっちゃ熱くなっちゃう。もう25度でいいわ。すいません、行ったり来たり行ったり来たりして。嘘つくじゃない。嘘じゃないよ。すいませんね、本当に。テロップいけてる？かけてるね。もともとナナプロデューサー推しやけど、よろしくねって、よろしくお願いします。嬉しい、ナナさんファンの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そうなんですよね、赤色担当はいないです、今のとこ。今のとこってかいないです。赤色と、おお、赤色担当いないんですよ。で、尾上はオレンジになっちゃいましたね。あの、あ、みんなあれは何色ねって聞いてくれてるんですけど、コーラルオレンジっていうオレンジ担当です。尾上です。え、肌綺麗じゃないんですよ、めっちゃ荒れてて、これもう人生で結構トップに荒れてますね、本当に。悲しい、暗くしとこう。あー悲しいよ。東京に応援席来て、え、東京にもね、なんかね、あの、行くと思いますよ。行くって言ってた、言ってた気がする、いつの日か。いつか行くって言ってた、言ってましたよ多分。違う。いや多分行くでしょ、一回ぐらい。一回とは言わんやろ、きっと。行きますよ、きっと。楽しみやな、東京楽しみです。あ、ほのちゃんこんにちは。おみずき、おみずきです。ほのちゃんが来てくれてます。大阪拠点、そうそうそう、大阪拠点です。歌は大丈夫、面からコーラルオレンジです。よろしくお願いします。歌ね、大丈夫ないですよ。もうめっちゃ頑張ってます、毎日ボイトレ。今週も、あ、今週はボイトレ、どう、私どうだったか忘れちゃったけど、あります。あ、今週あるわ、今週あるわ、今週もボイトレあります。ちゃんとね頑張ってますよ、腹式呼吸。ふーってって頑張ってます。おかげさまでできて、あ、嬉しい、よかった。自分と同じ大阪ね。大阪なの、レッドブルさん。じゃあもう会いに来るしかないじゃん。熱中症気をつけてねって。ほんと最近暑いけんね。なんか昨日は大阪めっちゃ雨が降ってたんですよ。雨降っとって、そう大変でした。お披露目ももちろん行くよ、イエーイ、会いに来てください、まことさん、待ってます。嬉しいな、お披露目来てくるって。会いに来いですね、会いに来てください。そう、多分みんな初訪問になっちゃいます、今日初配信なんで。ものめさん、なまりかわいい、出身長崎です。長崎のど田舎からやってきました、尾上瑞希です。わかる、暑すぎる、毎日すべ旬、なんかすべ君らしい。すべての瞬間は君だった、略してすべ君でございます。関西弁になるんかな、どうやろう。今んとこめっちゃ博多じゃない、長崎やけど、そのままでお願いね。あれ、めっちゃコメントな、コメントこんなの溜まってたん。失礼しました、失礼しました、失礼しました、失礼しました。でで、オレンジに見える、えっ、むずいって。おみずき、タン押しでして、やったー、もうタン押しの方がいてくれている、嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとうございます。ぜひ皆さん尾上押してください。今まで応援してくださってた方も、これから応援してくださる方も、どうぞ尾上応援してください。
本上瑞希です。出身は長崎県です。特技はサッカー、リフティング、フラッシュ暗算です。趣味はフットサルと、フットサルとお料理かな。最近お料理とかお菓子作りとか好きです。あとセルフネイルとかも好き。はい、行く行く、東京にも行こう行こう。オタク復活するか。おみずきがよっぴさんのオタク復活のいいですね。お願いします、会いに来てください。ぜひ埼玉にも行きたい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 。こんばんは、こんばんは。仕事なんかーい。夕立ちもすごかった。夕立ちって何ですか。夕立ちって雨のこと、雨のこと。埼玉雨降ったって、あ、今日雨降ったのか。昨日ね、大雨警報とか出てましたよ確か、京都とか。そう、昨日もレッスンでめっちゃ怖かったです。雷とか鳴ってて、マジで本当に結構命の危機を感じるぐらいめっちゃ雷鳴ってました。ドッカン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 言ってました。すべての瞬間お水着だった、いいねいいね。そういうことですよね、そういうことなんですよ。ナナさんも言ってましたけど、そうですよ、イエーイ。もうすでにすべての瞬間お水着だった。コメントいただきました。ねえねえ、ここ見てください。こことか、なんかめっちゃ手黒くない？私常に手黒くて、でここよりもめっちゃ手黒いでしょ私。ここここと顔の色と手が違いすぎる。何の話だったっけ？そうそう、ニキビがね、ここにニキビがあるんですよ。なんでやろう、もう嫌になっちゃう。ほんと最近ニキビひどくてさ、もうどうして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 、何やっけこれ。よう出る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 、妖怪出るけん出られんけん。ちょっと今ね、のんきに歌ってますけども、あ、目が悪いんでしょう本当に。素敵なグループ名ね。素敵な瞬間は君だったじゃない。すべての瞬間は君だった。お水着しか押しません。やったぜ、嬉しいぜ。じゃあちょっとこのニキビをね、こうやってコンシーラーで消していきたいと思います。なんかね、もう本当にニキビ、ここにもニキビができてて、ここにもニキビがあるんです。はあ、もう本当になんでかな、やっぱいろいろ最近環境変わったりだとかで。引っ越してきたんですよ皆さん、知ってると思いますけど、引っ越してきました、はるばる東京から来ました。なので大阪にはまだ馴染んでません。ちょっとさ、大阪の皆さんにちょっと言いたいことあるっちゃけど、いいですか。大阪の皆さん、ちょっといいですか、物申していいですか、この上から突然ですけど。ん、肩車してチキ取れ取れませんよねそんなそもそも肩車なんてさ、チキどころか無理すぎる。もうこの年で肩車とか、よし、パウダーをはたいとけばどうにでもなる。そう、どうにでもなれ。なんか手本当に黒いな、どうしてこんな黒いんですかね。黒すぎて、黒ピカリしそう。喧嘩するわけないでしょしません、最高、やったぜ。お水着しか勝たんって、もうなんてこった、嬉しい。そう、大阪です、大阪です。こんばんは、ビハレのりの家に来るから出たいいですね、すぐ分かっちゃう、すぐ分かっちゃう。物申さないでくださいさっさと物申せやって、セルス頑張った、セルスに喧嘩するんですか。いや、ちょっとそれ問題も結構ちょっとね話したいんですけど、じゃあまず私が大阪に来て、今うーん、まあ、1ヶ月もないぐらいかな、3週間ぐらいなんですけど、大阪に来て
いろんな発見があって、まず一つそのエスカレーターね、エスカレーターで右なんですよびっくり、たまげた場合もうなんでみんな右に寄っちゃろうと思って。で私あの東京と大阪行ったり来たりしてた時もあって、なんかあれこれどっちだと思ってあどっちに行って、あれどっちやったっけどっちやったっけみたいな。ね、関西右なんですよエスカレーターが。これもびっくりでしょ。ね、であともう一つ、まあ、これはね、まあ、これはそんなでもなかったんだけど、めっちゃあのこれが物申したいことなんですけど、あのね、阪神線と阪急線があるんですよ。知ってましたか？これ別なんだって。やばくない？めっちゃ難しいんですけど。それはさ、気にしってさすがに大阪の皆さん、だってさ、だってさ、聞いてくださいよ。なんかレッスンに遅刻しちゃったんですよ遅刻しちゃったんですけど、なんか阪神線と阪急線があったんですね。で私ネットで調べた時に阪神本線急行、阪神本線急行って書いてたんですね。阪神本線急行みたいな書いてたの。だからあこれ略して阪神本線急行だから、あ略して阪急思ったのね。阪急って書いてたから、あこれ大阪の人たちは阪神本線急行のことを阪神本線急行だから阪急って略すんだと思って、阪急だと思って行ったのねそしたらなんか京都行きでなんか全然違くて、3番線とかなんか全然違うやんって言って、どこに行きよるんとか言ってで阪神本線急行と阪急が別っていうことと、そう阪急ちょっと待って、あれこれタワー立ってます、タワー立ってますかこれ、違うよねさすがに、嘘でしょ、違うかさすがに、何これ、タワー、ちょっと待って、違うか、誰も何も言ってないか、失礼しました。何これ、こんな大きなギフトありましたっけ、こんな大きなギフトある、こんな大きなギフトあるっけ、いつからそびえ立ってたこのタワー、マジか、全然気づかなかった、ごめんなさい、ありがとう大好きさん、大好きさんで合ってる、同じパフェだった、うわーパフェタワー、ありがとう大好きさん、イエーイ、初のタワー、嬉しい、初のタワーいただきました、アイドル再デビュー初のタワー、ありがとう大好きさん、嬉しい、めっちゃ、お隣大丈夫かな、こんなギャーギャー言っちゃって、メンバーいるんですよこのお家には、ありがとう大好きさん、あちょっと待って、そういえばあるわあるわ、ちょっと待っとってよ、ごめんごめん、ちょっとでもそんなさゆっくりさ、あやん私の足が今日ね超ミニスカ、ミニスカじゃない、ミニで、かけんかな、かけるかな、かわいすぎる私にって歌知ってる、最近ハマってるんですよね、沼で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 、お水着にみんなも、そういえば
引っ越してきたんで、じゃんじゃじゃーん、おみずきの相棒、ホワイトボードあ、ありがとう、いびさわさん、ありがとう、わーい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 、ありがとう、いびさわさん、かきじく、そう、いきなり東北さんにハマってて、かわいすぎる私にちょっと音程外しすぎて、はずはず、沼で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 、みんな沼っちゃえ、おみずきに、沼で沼で沼で、いや、ハマってるんですよ、いきなりおみずきさんです、いきなりおみずきさんですなまっとるな私って、やっぱり。ってことで、何の話だったっけ、何の話もしとらんか、ありがとうございます。ちょっと待って、なんかさ、私さ、普通にしれーと配信始めたけど、ご報告が遅くなりました。配信始めてもう30分弱、皆さんこの度皆様遅くなりました、すいません。この度、すべての瞬間は君だったのコーラルオレンジ担当、尾上瑞希です。どうぞよろしくお願いします。アイドル再デビューです。わー、盛り上げてください、ぜひ皆さんコメントでパチパチとかハチハチとか、あー、ありがとう、美沢さん、すいません、ちょっと言い忘れちゃったわ。はい、皆さん、あの、びっくりしましたよね、結構。あ、絶対アイドルやめないでさ、絶対アイドルやめないで、最高、嬉しい。なんかさ、あの、本当に嬉しいことに、あ、全然消えんわ、嬉しいことに、あの、待っとった場合、あ、場合は言わんか、誰も、あ、めっちゃ嬉しかったって、もう嬉しい、なんかさ、嬉しいとかさ、あの、待ってましたとかさ、あの、わーいわーいって言ってくれるファンの方がめっちゃ多くて、嬉し、めっちゃ嬉しかった、めっちゃ嬉しくて、そう、みずきの存在なんてみんなさ、もう忘れとるかなと思ったけど、みんな覚えててくれたんですね。そう、ずっとアイドルでいてっていいんですか、背番号の背番号じゃあ8ぐらいでいいですかね。おみそさん、ありがとうキュンキュンキュン、今日ネイルしてないじゃん、肌感冒の水着の爪、わい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 、忘れるわけないって覚えてくれとったか、みんな嬉しい、本当に。そうなんです、みんながさ、思ったより、うわ、おみずき復活だ、やーいやーいやーい、おかしい、わーいわーいって言ってくれとって、めっちゃ嬉しかった、ツイッターで、でインスタとかの DM でも、あの、待ってましたって、地味に嬉しいですとか、地味に嬉しいはちょっとあれですけどそう、結構なんかツイッターとかもコメントいっぱいくださってて、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです、自分の名前とおいちゃんのことを忘れる、あー素敵すぎ、そう、やいやいは草ですか、みずきおりやんって声も多かった、そう、みずきの存在を知ってくれてる人が思ったより多くて、まあ、なんか嬉しいですよね。あ、大阪に物申すのはおしまいです、あと551の肉まんも食べんといけん、さっさとさっさと、そんな感じで大阪楽しんでます。九州から出らんけん、いつ会えるかわからん、行きます、九州も絶対に、もうずっと言ってます、私絶対に九州に行きますよ、皆さん、九州の皆さん、東京の皆さん、海外の皆さん待っててください、会いに行きますので、九州の皆さんはもう絶対に行くよ、福岡か長崎か、福岡か長崎に行きたいっす、私は。海外も行きたい、おみずきのファンは
台湾とか香港とか、あとよくさインドネシアからこんにちはってコメントもさよくくれる方いるし、海外も行きたいですね。どっか中国韓国行きたいよー。長崎マジでね絶対行きたいよね。長崎っていうか普通に港祭りとかさ、とっとっと祭りとかさ、やばくない？とっとっと祭りにお水着出たらとう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 との皆さんって言うけんねとっとっとの皆さんとは。海外にも行きます、待っててね。行きますとか言ってるけどいつか行きたい。あー嬉しいよ。超楽しみ。もうお水木の名前叫んでくれよる人見つけるから絶対もう超楽しみです。お披露目本当にめっちゃいい曲やけん、お披露目でお披露目するであろう。ナンバーヒロスとかなんか詳しい情報は全然知らんですけどめっちゃいい曲ですよ。もうみんな超楽しみにしててください。あ、阿部寛さんありがとう。虹が虹が空にかかってだてだて頑張らんばできて頑張らんばいいですね。頑張らんば歌う機会少なくなるかな。いやないですね。みずきは一生頑張らんば歌い続けますから。握手会とかやってほしい。あるえでもチェキ会とかはあるんでしょ多分。チェキ取りましょういっぱい。おみずきとみずきはピースばっかしてるんで一緒にピースしましょうファンクラブ、ファンクラブとかはなんか今んとこなさそうやね多分。あんのかな、あるんかな、まあ言っちゃない。レッスン前の準備体操の中で頑張らんまにしてたレッスン前はねもうゴリゴリにね筋トレからやってますよ。もうほんとこうやってこれ何ですか、プリンクトン、プリンクトンじゃんプランク、プランクトン、ブリンバンバンボーンだっけ、ブリンバンバンボーン。私はその曲知らないんでしょ。そうだからあんま分からんけどいつもブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボンってあの筋トレでこうやってプランクって言うとっけ。そうそれを しながら歌うんですけど、この間なんか少年とか4歳ぐらいの男の子が電車で隣にメンバーといて、隣のなんか少年がブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボンって歌ってたのよ。3人顔見合わせて嫌な思い出嫌なっていうかきつい思い出とかきついさ筋トレを思い出すからさ、ちょっとブリンバンバン今は聞きたくないよねとか言ってオフの日にそう3人で きついんですよ筋トレは。当たり前ですけど、でもねあの筋トレでその毎日体幹を鍛えてるんですけど、レッスンでもう全然私あのなんか違う、もう効果が出てるなって思います。やっぱねきついことはやるべきですね。頑張ってて偉い、明日も頑張れそう嬉しい、明日も頑張れそうです。なんかダンスレッスン楽しいんですけど筋トレはやっぱきついけんね。そんななんか楽しいって感じではないっちゃないんですけど、体幹とかはねきついけどね、なんかやっぱ効果が出てるなと思うとめっちゃ嬉しくなっちゃう。だけん明日も頑張ろうってなります。あとね私めっちゃねあそうストレッチから入る、ストレッチと筋トレがあるんですけど、ストレッチがさめっちゃ私足が硬くて体が硬くてもう体がめっちゃ硬いからみんなと同じストレッチができないんですよ。で多分先生も気づいてるとは思うんですけど悔しくて、そうみんなさなんか足ベーってくっつくの、足とか頭とか膝とかにこう1、2ってできるんですけど、私もう本当に体が硬くてなんか右足は曲げて左足は伸ばして後ろにとか言われても無理なんですよ伸びないみたいな感じで、そう体硬いのがさ最初のレッスンでそのストレッチができなかったからこりゃまずいなと思って、そうでお風呂上がりとかに今ストレッチやったりとかで毎日あのレッスン前はストレッチがあるからそのストレッチを毎日やってたらなんと体
体がちょっと柔らかくなりました。最近はなんか普通になんかこう立つやんか、立ってこうピューンってするやん、こうやってもうほんのちょこっとだけつま先が爪先が地面につくようになったんですよ。もう勢いでううってしたら爪先がつま先で爪先が指先が地面につくようになったんですよ。これまた成長ですよ。成長ですよ。これは尾上の成長、大成長1ですね。だからめっちゃ嬉しい。なんか毎日そのやってることがちょっと効果が出て、うわーありがとうアリさん、おめでとうって、あ違う、頑張った、嬉しい、頑張りました。尾上は最近毎日頑張ってるんですよ。はい、海ちゃんの伸びしろ、海ちゃんの成長発表会です今日。で体が柔らかくなりましたっていう話と、で歌はね、ボイトレはまだそんなやってないけど、もうやっぱ1回のボイトレでしっかりなんかもう成長してるなって、成長してる自分で言っちゃうんですけど、でも先生には褒められたもん、上手って上手って言われ褒められました。そうで、まあ、歌はねそんな、まあまあ、もちもち頑張ってますけど、ダンスもどんどんいい感じになってます。褒められて伸びますよ、何事も続けると。そう、継続は力なりです。はい、褒められて伸びるタイプなんで、皆さん褒めて褒めて褒めまくってください、ぜひ。ヨッピさんありがとう、推ししか勝たん、押してください。皆さんもうアイドルまだデビューしますって発表したもののまだデビューしてないので、今押してくださると大大大大大子さん大子さん祭りです。なので皆さんぜひ応援してください。最近推し見つけたで、それ私以外おらんやん絶対、それ私やろ、私以外おる、私しかおらんよね。歌唱力期待していいのかな、うん、うん、いいんじゃない、私のパートそんな歌唱力わかるぐらい歌うパートあるかな、ギリバレンとも私が歌下手くても多分みんなで歌うから、割れるのかな。初めまして、圧かけとく。オリンピック見てて、ちょっとオリンピック見とって推しができたってこと、いいなあ。私がさ引っ越しでさテレビが見れんでオリンピック見てない時にオリンピックで推しを作ったんだ、ふーん、お水木だけしか推しいないって、もう好き好きです。皆さん推してください、ぜひ会いに来てください。リーダーじゃないの、お水木がリーダーなんてできるわけないですよねって思うじゃないですか、思うじゃないですか。でもね、私なんか最年長だから、うわこれなんかリーダーとか任されるっちなんかかなと思ってなんか不安だったんですけど、でもなんか嫌だリーダーなんか、私マイペースやし、みんなに急げ急げ頑張るぞおーとか言えるタイプじゃないやんか絶対ね、やけんか嫌だなと思ったけど、いざこのもう1ヶ月ぐらいみんなと一緒に過ごしてレッスンしてってなると、やっぱ最年長24歳がね意外とね、なんか24歳だからか最年長だからかなんか意外と仕切っちゃってるんですよ、この上もこのタイプが仕切っちゃってて本当に申し訳ない。そうでもなんか仕切るとかは得意じゃないんですけど、ただのムードメーカームードメーカーみたいなもうずっと私が喋ってますねレッスン中も、でみんなに喋りかけてます。はい、でなんかねやっぱ最年長だからかな、意外とでもちゃんとみんなが思ってるお水木よりちゃんとやってますよ。はい、ちゃんとみんなここはこうでここはこうだからこうしてみようとか言っちゃってるんですよ言いましたよ普通に、偉いでしょ水木も、グループがの
パフォーマンスのために水木も苦手ですけど言ったりし、あの何こうしたらいいんじゃないとか言うのめっちゃ苦手なんです。そういうの言わなくて生きてきた人間なんで。私ってさ、ほんとさ、もう甘えてきた人やんか。わかる？わかる？わかりますか？めちゃくちゃ甘やかされて育ってきたので、そう、同級生にも可愛がられてきたからなんかそう、なんかさ、おじいちゃんおばあちゃんにもさ、同級生にもなんかさ、結構なんかかわ、なんかあの妹キャラ、同級生の中でも妹キャラでな感じがしてたからさ、今まで。そう、みんなにね甘やかされてきてたからさ、そう、超末っ子気質ですね。そう、末っ子だしね、実際に。だからなんかグループを引っ張るっていうのは難しいなと思ったけど、意外とね、でも意外と頑張ってますそう、24歳が意外と、なんて、意外とやれると、そう、意外とやれました。頑張ってます。いいこと。そうね、もともとちょっとだけ経験もあるけんね。そうよ、そう、雰囲気明るくする係にしようなろうと思って、ムードメーカーです。言ってるイメージないでしょ全然。でも頑張ってますよ。でもね、本当にもう最初みんなで踊ってた時よりももう全然揃ってもきたし、一人一人のパフォーマンス力とかもめっちゃ良くなってきてて、本当にね、同級生に可愛がれてそんなこと本当に、みんなめっちゃ、私の周りにおる人たちみんないい人たちばっかりで、有名だったんですよ本当に。お水木の周りにはいい人しかいないって有名だったんです。お水木がこんなだからみんないい人が集まってくれる、なんかこんな何もできないから。かまちさんとかもそうじゃん私の周りみんななんか本当になんかめっちゃいろいろなんかすごい気が利くいい人たちが集まってくれます。私ポンコツすぎて。そうですね、たくさん体を恩返ししなきゃ。勝手におみちゃんリーダーにべーリーダーそんな肌上げて大丈夫？大丈夫ですよ皆さん。あともうちょっとなんで、お披露目まであと20日ぐらいかな。20日切ってるか。頑張りますので絶対に。しっかりしてる？嬉しい。そう、頑張ってますよ。頑張ってますよ尾上さん。とっても大好き、ありがとう。ツッコミの練習とかあるのツッコミの練習、真剣におめありがとうございます。尾上瑞希です。ぜひ皆さんツイッター、インスタグラムフォローよろしくお願いします。でこのね、ショールームのアカウントもね、もう300人ぐらいフォローしてくれとって。大阪のテレビ、どうかな、ニヤニヤ見れるのかな、ニヤニヤって言っときますね。見れるかもしれないですよ。あ、めっちゃ電波悪いわ。ナナさんにお会いした、もちろんですよ。ナナさんめっちゃ可愛い。ナナさんめっちゃ可愛いですよ。なんかさ、めっちゃ声可愛いんですよ。知ってますよね皆さん。はい、知ってると思うんですけど、めっちゃ可愛い。なんか私女なのに結構なんか結婚したいなと思ってくる。ああいう感じの、なんかああいう感じの女性になりたいですね。可愛い本当に。なんか結婚したくなるよね。なんかわかる？わかります？彼女っていうか、ちょっと結婚したい系。フリーズしてるよね。テレビあるんですか？テレビありますけど、映んないですまだ。映んないの。あ、エビソンさん、ありがとう。何？守りたいこの笑顔。守ってちょうだい。なんか黒くね、お水着焼けたくね、お水着。新喜劇出たいっちゃけど、めっちゃ出たいっちゃけど。
また会えるんやねって、また会えますよ、大阪来てください、ぜひ。そう、お嫁さん系なのよね、なんとなく。違う、お水木の笑顔守るって、守ってください、いつでも笑顔です、元気です、おの上は。あ、めっちゃ止まってる、めっちゃ止まってるね、止まってるね、 Wi-Fi ないんですよ今。そうやけんか、ずっとあれで頑張ってる、データ使って頑張ってます。加入した時めっちゃ嬉しかった、嬉しい、おみつきが世界一やったぜ、眠くなってきた、ダメですよね、ちゃそう、楽天モバイルに変えました。まだ何が何がでしたっけ、見たいな、あれ見たいよね、それ書いてたんだっけね、どっかのホームページに。京都だって楽しみだ、水木も出るかな、どうかな、楽しみだな。っていうかさ、皆さんさ、アーシャとさ雰囲気違いすぎてさ、あれ尾上水木ってこんな感じなんていう人も多いんじゃないかな。アーシャと雰囲気全然違いますよね、髪アップにしてたから、アーシャの時は。どうでっかどうでっか、雰囲気違います、全然違うよね、なんか。あれちょっとどこ行ったっけ私。リップ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 、アーシャの時はね髪をねアップにしてたんですよ。そう、オーディションの、あー、オーディションのやつに買い取ったとこ。喋ったら違う人って、ああ残念ってこと喋ったらもっといいでしょ、違う、喋ったらお水木の良さもっと伝わるやろ、違う、違うと違うと、東京に来てねって待っとってね、元気でね、そんな水玉のズボンで私の人生変わる、やだ、花が全然違います、え、嘘、本当、マジ？アイシャネ全然違ったよね。でもあのメイクも違うから、いつもと全然雰囲気違った。年内に会いましょうって、会いたかね。年内ってあともう半年ぐらいしかないやろ。やばいよ。もうだって8月はもう9、10、11、12、13、14、あ、違う違う。9、11、12、12！ 4 ヶ月しかないですよ。またもう年内。え ?8、9、10、11、12、5ヶ月だ。うわー！あと5ヶ月したら。もうハッピーニューイヤー2025年って言って、うわーやばい、もう年明けちゃうよ。おしゃべりのみちゃんの300ぐらいで、あー嬉しい嬉しい、マシ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 、しゃべったら田舎もって気づかれて、そうなんだよね、ほんとなんかいまだに言われますね、なまっとるって、いまだによ、大阪の人に、うー、なまってるなまってるって言われちゃう。来週大阪、再来週大阪行く、え、再来週、再来週今日5でしょお披露目やないかーい、違う違うの、来てよ、再来週違うやん、再来週もう一個先やん、お披露目は3週間後。長崎弁めっちゃ可愛いって、え、嬉しい、長崎弁はね、可愛いんですよいや可愛くないって言いたい、本当は思ってるけど、いやまあでも可愛いか、可愛いですか博多弁は可愛いっちゃけどね、博多弁は可愛いっちゃけど、そのことまずキープしてほしいな、任せてください、もうトランバイ長崎弁は取れんよね、きっと。そう、私22です、24近くやん、次の次やん、お祝いしますよ、来年こそは絶対に。大阪五六行っていて、お水着を食べに行く私のために来てくれっと、ねえ嬉しいっちゃけど、めっちゃ可愛いよって、キャリテッテさんはあのもうマストで会いに来てくれるんですよね、関西ですよね、え違う、関西って言ってなかった、
もうあのキャッチフレーズ聞けなくちゃっちゃうのか、微妙やな。危険、危険聞けるかな。生誕祭行くわって早すぎやろ。来年の生誕祭してってしたかしたか。みんな毎年来てくれる。お水切り生誕祭ハッピーハッピーバースデー。大阪でみんなが見てきて毎週来てくれるってはっ嬉しい。毎週はやばいですね。毎週来てくれと、嬉しい。めっちゃ嬉しい。毎週なんて、毎週お水着やん。週末ノットエットやん。週末にキスをしようぜ。新しいキャッチフレーズあるのないんですよ今んとこ。今んとこないし、なんか今んとこないし、多分今後もないんじゃないかな、キャッチフレーズ。まあでもキャッチフレーズ作りましょうってなったら多分もうそのままやと思うけど、ダメなのかな。7月は水木、6月は水木、5月までの私はお水木ってやつやろ。違う、水木一番、そう、私ね、お水木一番身長高いんですよ。みゆちゃんが62ないぐらいって言ってたから一緒なんですけど、2人揃って62ないぐらいなんで一番大きいです。なんか周りがね、みんな結構平均より低いと思う。女の子の普通多分58ぐらいでしょ、平均が。よりもちょっとみんな低いかなって感じだから、私が平均よりちょっと高いけんか、なんか飛び切りでかいみたいになっちゃいますけどでそんな大きくないです。私普通に62ぐらいですよ。あいにく大阪、なわけないでしょ。大阪言ってたよ、なんか大阪がキャリーテーテーさんウェルカムって。一番好きなユニットや。私も一番好き。かき氷も好き。初見です、そのまま賛成ね。そのままいいよね。それでいい子やった、特定会やった、なんかやるやる楽しみ楽しみ。大阪でメイン、確かに9月28、9月28、あるかも。あんちゃん分からんけど9月あるかもしれない楽しみ。なんかね、結構9月はライブ多くなりそうみたいな噂は聞いております。どうなんか分からんけど、だってもう今出てるだけでも、リリース出てるだけでも、解禁されてるやつだけでも多分1、2、3、3か4は出てるんだよね確か。3か4かライブ情報出てると思うけん楽しみー。そうね、成長期だから。みんなこんにちは、尾上です。こんにちは、長崎から来ました尾上瑞希です。はい、サイン会とかあったらサイン会やりたい。ピチャピチャ喋りたいみんなと9月から本格的になりそうやんだね。9月、もうだって8月末から結構もうエンジンかかってる感じする。あんまりすぐできそうで、うわーやりたいですね。早くやりたい。4つ出てるって。もう4つだよ、4回会えるんですよ。キャー4回会えますよ。もう今月、来月の頭までか、9月1日だもんね。超楽しみです。気合い入れてメイクして、可愛い、とびきり可愛くしていきますからね。絶対に会いに来てくださいね、とびきり可愛いお水着にそんな配信で見るお水着より絶対可愛いって思わせますから、絶対に来てください、絶対に来てください。全通確定者、あーやったやった、嬉しい。4つ、やばい、嬉しい。それはガチガチですよ。それはガチ？嬉しい。生の方が可愛いってことですか？対バンが多いんですか？どうやろう。なんか対バンっていう言葉最近知ったんですけど、多分ね、最初は多いと思う。いっぱいみんなになんかなんていう、お披露目会みたいな、いろんなファンの皆さんにご挨拶めぐりみたいなの感じでやると思うよ。対バンみたいなの。最上級に可愛いの
ツアーもやりたい。全国ツアーだ。梅月大好き。ってことで皆さんもう1時間配信してますけど、今まで私の部屋でずっとなんか細々と配信を見守ってくれてたメンバーがいるので、声だけでもちょっと今日メイクしてないのでメンバーがいるので紹介したいと思います。こんにちは。わって言ってます。はい、すべきみ、すべての瞬間は君だった、略してすべきみこと、すべきみです。すべきことで、すべての瞬間は君だった、はい、のもうメンバー1、お水木よりも不思議ちゃん、アリスさんです。ずっと見てた。え、ギフト送った。てか暗くない私。え、めっちゃ暗いね。めっちゃ暗いね。もうちょっと明るい方がいいか。そう、ずっと配信見てくれてました、目の前で。アリスさんなんですけど、はい、最年少でもう喋ってるの声だけで分かると思うんですけど、めっちゃ不思議ちゃんです。超不思議ちゃん、押します、よろしくお願いしますって押してくれるって。ちょっと こっちおいで。 ありがとうございます。なんかロボットと人間のハーフなんで、アリスは。そうです。こんにちは、はじめましてって言ってます。いつも何色の子？ピン、ミルキーピンク。ミルキーピンク、薄ピンクですかね。この時間大丈夫かって。あ、そう、なんか大丈夫なんかな、なんかプライベートだったらいいみたいな言ってたよね。声だけだったらいいんじゃない？そう、最年少は出れないんだよね。寝なさいって。今日何時寝る？今日はね、ゲストでお家来てます。何時寝るの？いつも何時出てるんだっけ？いつも言っていいの？今日は今遅寝らしいんです。遅寝らしいんです。秘密です。でも早起きなんですよ。そうです。そう、だから遅く寝るけど早起きなんで、いい子ですよ。そうそう、夏休みだしね。夏休み楽しんでますか？楽しんでますか？楽しい。レッスン多くて、夏休み中、はい、夏休みではないか多分。そうです、ね、で私もなんか今日なんか普通にいますけど家に。普通に、あ、めっちゃ人見知りですね、アリス。人見知りロボットみたいな。そうだよね。普通に家にいるんですけど、なんか正直まだアリスとそんなね、うん、今日初めてしっかり喋ったしっかり喋ったぐらい、25会えるかもって、はい、待ってます。25だっけ、 NMB の9期生の皆さんが出る、うん、あ、そう、 NMB の近っ端祭で、チカッパ祭か、チカッパ祭が25かな、24がお披露目です。ほんと今日初めましてぐらい、あんま喋ったことなくて今日から仲良くなりますね、アリス、はい、もうなんか10個違うんだっけ。2010年生まれ。2010年生まれなんで、尾上は2000年生まれですんで。おのうめ、どう思いますか、私のこと。2000年生まれですけど、10個差ですけど、人生の先輩だいぶだよね、10ってね、10ってだいぶじゃない？すごい。だって私と7歳よりも離れとるもんね。多分7歳何歳か分からんけど、ちょっと知らない。でもほんと多分私と7歳よりも離れてるし、やばいですよね。でもほんとになんかめっちゃ可愛いですよ、やっぱ10個も離れてると。なんか顔が可愛いとか、なんか可愛い顔の可愛いとかは もちろんなんですけど、最年少2人とも、もうそんなことよりもなんか存在が可愛くて10個も離れてくるとなんかもう
なんかね、めっちゃ可愛いですよ。なんかね、妹ってよりかなんかね、ほんとなんか子供みたいな気持ちになってくる。そう、なんかココちゃんが最年少もう一人いるんですけど、ココちゃんいつも一緒にいるから、いつも一緒にいるっていうか、まあ、あのお家に一緒にいるから、あの本当になんか、あ、ココちゃんこれ今日できたねみたいなね。今日も食器洗ってくれたんですけど、え、ココちゃん洗ってくれたのって言って、食器洗い担当だからって言ってて、洗えてるかなって言って、こう一緒にね、アリスト見て、できてるできてる、上手上手みたいな。で今日もお米炊いてくれて、お米炊いてくれたの見て、あ、上手に炊けたねみたいな。はい、もう本当に赤ちゃんみたいな。なんかさ、なんかもうピーラー剥けたみたいなツイートしてて、可愛い、ピーラー剥けるツイートなんてそんな見たことないです。だからさ、で今日からアリスも一緒で、そう、もう最年少が赤ちゃんが2人いますみたいな気持ちで生活して、ほんとお母さんみたいな。だからなんかスーパーとか行ってても、今日から、アリスは今日からなんですけど、はい、あ、なんか、あ、今日ココちゃんがまだ家にいるから早く帰らんとみたいな、ココちゃんが待っとる、お腹すかして待っとるけん早く帰らんとみたいなことを言いながら、エスカレーター上がってる時に、エレベーターか上がってる時に、なんかめっちゃお母さんみたいなと。そう、ココちゃんお腹すいとるって言ったもんなって言って、14時ぐらいからお腹空いてるって言ったもんなって言って、早く帰らんと、若にゃんとちょうど最年長と最年長の次、若にゃんが私の1個下なんで、まあ、ほぼ最年長組なんですけど、そう、ココちゃんがお腹空かしとるけん早く作らんとねって言って、ほんとなんかもう妹子して子供ぐらいの気持ちになってきました。で今日からアリス一緒なんで。そうです、 INFJ だって。 INFJ、 一緒だと言っているってらっしゃる。不思議ですよね、めっちゃ不思議なんですよ。なんか会話成り立たなくて、ずっとで、なんかな、ほんと変な子なんですよ、めっちゃ変くて。変な子、変だよ、変なのか、めっちゃ変だと思います。だってね、昨日もなんかめっちゃ機嫌が良かったの、昨日だっけ、おとといかな、昨日かおとといか、めっちゃ元気が良くて、なんかいつもなんかふーんみたいな感じで、なんかふーんってしてるから。で昨日はなんかとびきり元気だったんですよ。覚えてる、昨日かな、おとといかな、昨日めっちゃ元気だったから、やりすけ元気じゃんって言ったら、なんかあったんって言ったら、なんか昨日負の連鎖でとか言われて、何の話みたいな。なんかいいことをさ期待しちゃうじゃないですか、いいことあったんだろうなと思って。そう、なんかいいことを聞けると思ったら、昨日は負の連鎖で何の話だよと思って。でレッスンさんは始まっちゃったからさ、なんか負の話聞けなかったんだけど、負の話言っとく。はい、駅の改札を取る前に、はい、もう目の前に天井から雲が落ちてきて頭に乗りそうになったのと、あとそんなことある、電車を間違えて、もうアニメじゃん、遅刻してしまったって。あれか、そうです、ね、ボイトレか、そう、しかも遅延してて、あ、言ってたね、それで帰りにカバンの中に入れてるペットボトルの蓋が開いてて、うわ、そりゃ負の連鎖だ。そうです、本当に。その負があったけんこそ昨日機嫌良かったんだ。このあ、なるほどね、プラマイみたいなやつがね。そうね、なるほどね。あ、昨日悪いことあったけん今日は調子いいぞっていうこと言ってたんだ。そういうか、もう全然わからなくて、私何枚言ったかなって何枚言ったかなこの子はって思いながら、うん、10個も離れとったらなんかようわからんこと言うんかなとか思いやったけど、まあ、ちょっと理解できてきましたね、はい、もうすごい面白い子なんで、あの超楽しみです今日から。
そう、多分そう、昨日が嫌なことあったけん今日はいいことあるぞっていうね、アリスさんの、うん、そうなんですよ、そうなんですよね。キャスミ僕らできた。あ、そう、アリスは出身が大阪。そうです、大阪に生まれて14年です。はい、え、14年、14年だって。14歳だってやばすぎる。チェキ並んでも良いのよねって。お願いしますお願いしますなんかあのあれなんかやってたんだっけ、アリス。やってない、何もやってない。なんかメンバーの中でもアイドルもともとやってた子もいれば、あの普通に地元でやってた子も何人かいていたりとか、あとはなんかそのショールーム、はい、オーディションのショールームを審査をやってたっていう子もいたりして、元からこうファンの方が行ってくれてるメンバーもちらほらいるんで、半分ぐらいいるのかな、うん、そうで、その中でもう今回が初めてっていうアリスさんです。皆さんどうぞ仲良くしてください。仲良くしてください。はい、本当に配信喋れるのかなってお姉ちゃんは心配しております。大丈夫、助けてください。私声だけでも配信出ようか。お願いします。お願いされました。大丈夫。え、でも一回さ、一人でやってみて、うん、なんかあまりにも喋らなすぎたら、じゃあお店が天の声するわ、うんうん、皆さんこんにちは、始まりましたアリスさんの、立花のアリスさんのショールームって言ってクイズ番組みたいな、そう、もう番組みたいのお水木が盛り上げるお水木の声が7割ぐらいになりそうだって。お水木でした。お水木、アリスちゃんより喋れそう。ありえる。助かる。本当に本当心配ですよ。大丈夫、いつ配信するのかな、まだ決まってない。告知しとったら、どうしよう、明日しようと思ってたけど、でもちょっと、え、朝あ、でも明日忙しいもんね。そうなんです。夜レッスンもあるし、帰ってきたらもうできないから。そうだよね、もうどうしよ う、ちょっとどうしよう。そうなんですね、配信時間の制限とかもあるんで、9日やったら、9日お水木ボイトレですね。うわ、どうですかね、分かんない。そう、いろいろねスケジュール合わなかったりするからね。まあでも初配信見たいな、アリスの見たくない。だってこんな感じで喋っていける、いける。ちょっと練習してみよう。せーの、はい、配信始まりました。こんにちは。いい、めっちゃいい、めっちゃいい。芸人みたいなやつ。いいよ、こんにちはって。いいじゃん。始まりの挨拶は何を言ったら。始まりの挨拶。始まりの挨拶。立花アリスです。すべての瞬間は君だった。すべき君の立花アリスです。はい、皆さんお願いします。私はコメント来るけん。大丈夫大丈夫。じゃあ全部読んで返して。うんうん、そう。いつもの変な感じで返していけばいい。変な感じで。フォローありがとうございます。本当にこんなこと言ってくるんでしょ。怖いですよね。なんかお水木なんかこうやって指さしてきて。ちょっとね。やってない。なんかちょっと何？楽曲の、うん、楽曲のちょっと。あれになっちゃうからフレーズは言えないんだけどねなんかお水木のこと言いさして、なんか歌詞を言ってくるのなんか怖いですよね。私普通にそんな仲良くないのに怖ーとか言っちゃってね、変な、大丈夫怖くない、怖くないとか、大丈夫、怖くない、プーさんですかねプーさん、プーさんです多分。そうなんです。そうなんだって。
プーさんになりたいと思います。なってくれる。はい、変だけどなんか絶対面白いんですよ多分。はい、はい、多分、はい、なんか慣れてきたら一番面白いタイプだと思うので期待しててください皆さん。ハードルがでもおみつきは本当にメンバーの中で一番ポテンシャル、なんか面白いそのバラエティ要素のポテンシャルがあると思ってます、うん。じゃあちょっと大喜利番組を目指して。あ、そうですね、頑張りましょう。なんかのちょっとあのちゃんみたいなえ、なんかちょっとでもそんな感じしない？あ、言えたことない？あるある。なんか喋り方がそう、喋り方あのちゃんみたいな感じで。そうなんですよね。あ、そうです。そう、大阪のあのちゃんみたいな面白いんですよ本当に。おみずきさんはバラエティ担当、いや、おみずきのバラエティ担、おみずきのバラエティの、うん、席もアリスちゃんに取られちゃうかもしれないんで、とか言って、まあ、とりあえず変な子なので、はい、でもなんかすごい波長はおみつきも結構変なとかあるので、うん、じゃあすごい、あ、ほらもう怖いよ、こうやってじゃあ仲良くしようぜみたいな感じでこうされたんですけど今。あ、すいません、あ、お願いします、失礼します、あ、ありがとうございます、つながりました。何なのさ、え、これじゃなかったっけ。いつもさ、おみずきになんかこうやってやるの、あれ何、これ何、いいってこと、なんやろ、歌うときに出ちゃうさしたら声が出やすいという話を聞いた。本当なんか宇宙人みたいなかってされるんですよ。怖いんですけど。みちゃんと中でウェブ。本当ね、全メンバー紹介したいです。ぜひ。アリさんありがとう。可愛い。はい。アリさんありがとう。可愛い。はーいって言われたんですけど。先端可愛い。そうには選んといてね。あ、そういうことね。そういうことね。丸で行きましょう。丸。あ、こういうこと、あ、こういくって怖いね、なんかそれもまた全メンバーそこで、あ、それは秘密ですそれは秘密、まあ、とりあえずほんと変なメンバーですけど面白い子なので初配信が楽しみです、とっても頑張るんだよ頑張りたいとは思っています。え、あ、じゃあ推しは、推しはなんだっけ、推し言っていいのかな、これって。いいよ、いいのですか。え、推しは私の推しです。ノートイコールミーの、はい、ミルテさん。ミミ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 、あれ、あ、違う、ごめん、勉強しておきます。はい、ミミ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 ルテン、そうです、はい、ミルテン、ミルテン、ミルテンちゃんが好きらしいです。じゃあ歌ってみる。あ、めっちゃ歌うまいんですよ。いやー、ちょっとハードルが上がっちゃうな面白くない、めっちゃ面白かった今、なんて言ったの。え、ハードルが上がっちゃう、上がっちゃうだ。あ、ハードルが上がっちゃうだ。え、待って。ねえ、何？え、ハードルが上がっちゃうなとかじゃないんですよ。ハードルが上がっちゃうだ。変すぎる。で、歌めっちゃ上手なんで、ちょっとね、今ダンスは頑張ってるところ。頑張ってるとこなんですけど、歌はめっちゃ上手なんだよね。歌めっちゃ上手だもんね。ありがとうございます。こちらこそそう、だから皆さん歌ライブ来てくれた皆さんはアリサの歌声ぜひ注目ください。はい、はい、だってお願いします。お願いします。歌上手なのよ、めちゃくちゃ。
ただね、リズム感がね、なんか歌上手だね。なんでリズム感ないん？ダンスと歌って違うの？多分リズムと似なくて。あ、でも歌のリズムは取れるよね、普通に。あ、でもずっと聞いてたから頭に入ってくる。あ、そういうことか。いっぱい聞いて歌えるようになるんだ。そうで、めっちゃ歌が上手で、でダンスは今超成長してるとこだよね。なんか先生に教えてもらって。ねえ、この間昨日だっけ、昨日めっちゃ成長してて、昨日だったっけ、めっちゃ一昨日だっけ、昨日昨日じゃない？じゃあ昨日何してたっけ。一昨日かな。もうとりあえずあの、アイスに言ったもんね、めっちゃ成長してんじゃんって言って、できるじゃんって言ってね、できるようになったんだね。なりました。ちょっとだけ、ちょっとだけ、もっとできるです。もっとできるです。もっとできるです。ロボットなんですけど、この人。そうなんですかね。そうで、めっちゃ成長してて今。最初は本当にもう私もだから、これがこうでこれがこうでこれがこうでこうこうこうだよって言っても、なんか全然違う動きしてきて、そう、なんか難しいの。で、あの間に合うかなと思ってたんだけど、今どん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 あの成長してるので、お披露目楽しみにしててくださいね。はい、絶対今の調子だともうお披露目には完璧になりそう。はあ、いやー、でもこのなんか2日ぐらいでめっちゃ成長してる気がする。え、何これ、めっちゃ汚れついてる。ねえ、めっちゃ成長してるね、この2日3日でね。頑張る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 って楽しみです。で、歌は本当にめっちゃ上手なんですよ。しゃべりからしてリズムおかしい。確かにしゃべりのリズムも変だもん。しゃべり方もテンポよく、メトロノームのように。あ、そうそう、いいじゃん今の。いや、なんかこんなやってる。メトロノームって何やったっけ。リズム多分これじゃない。あ、じゃあ、あ、ちゃんと練習してる。あの先生に言われた、ちゃんと練習しなきゃよ。あ、します。ちょっと今やってみて、せーの。あ、あ、違う違う、あ、あ、違う違う、あ、全然上達してなかったです。一部頑張ります。今日配信終わって教えてください。わかにゃん先生に教えてもらおう。あ、わかにゃん先生、わかにゃん先生ダンスやってたから上手いのですね。そう、みんな優しくて、本当にみんないい子でよかった。本当に音跡いじめられるかと思った、最年長だから、うん、最年長だし、なんかえ、どうした、いじめられない。え、何、オクラに笑ってるの。何、オクラ。え、オクラだよ。オクラのカリカリ持ってきた。あの、あれでしょ、そう。そこら辺で拾ってきたよな、あれ。いいグループになりそうな予感ですね。と、本当にみんないい、いい子たちばっかりで、本当に嬉しいです。アリステン頑張ってね。わら、あら、あら、だって本当にね、おみちゃん、アリスちゃんのこと好きすぎる、あの大好きです。本当に面白くて、ありがとう、面白くて大好きです。こんな、こんな不思議な子いないでしょ。なんか本当になんか、うん、あの楽しみ、これからアリスのなんかスイッチがどこで入るのか、うん、なんか最初人見知りやけ、なんかファンの方の前でも結構、うん、人見知り発揮しそうやなって思うけど、人見知りなくなってあの弾ける瞬間が楽しみやな。アリスちゃんに教えするかもしれんって、いやー、やめてって言いたいとこやけど、はい、アリスのあとあと良さ、アリスの良さっていうの、なんかアリスのなんかいいところがこれからいっぱいみんなに伝われたらいいな。おしましそうな予感って、よかった。それはダメですよ。おしましはいいけど、おし編はダメですよ。はい、おしましならいいです。本当にね、楽しみですね、これからが。
妹ちゃん、そう、私末っ子キャラで生きてきたのに、まさかここで突然お姉さんキャラになると。また会えるの楽しみって、楽しみ。24、25、26、そうあるんだっけ。そうはいです。3連、そう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 、24、25、26、3連ライブと1なんかお姉さんぶってないって。お姉さんだもんお姉さんだよね、お姉さん。でもアイスから見たらだいぶお姉さんだと思います。10個も上ですからね。もうなんかおばさんとか言われないか不安ですから。言われないです。お姉さんでしょ絶対ね。お姉さん、アイスの同級生とかさ、お兄ちゃんお姉ちゃんとかさ、10個上のお姉ちゃんとかいるの。お兄ちゃんおるおる。とでじゃまだいけるわ、お姉ちゃんで。まあよかった。全部関西。いやなんか、あ、そうね、24、25、26、1日は全部関西かな、うん、大阪、全部大阪かな。24がゼップナンバー、ゼップナンバーで、26、25がチカッパ祭、うん、チカッパ祭で、26がゲスト、そう、ゲスト出演で、あのアイドルの方の単独ライブに確かゲストで出演させてもらうんです。楽しみ。練習しなきゃだよアリス。あんなんじゃステージ立てないよ、まだまだ。いや、やばいよね。やばいよ。もう時間ないよね。難しいんだよ。でも最初に比べると本当にめっちゃ成長、うん、大成長だもんね。みんなもめっちゃ揃ってきて、すごい。私もさ、久しぶりのアイドル活動なので、ダンスとかもめっちゃなんか、あれこんな下手くそなんやみたいな私も思っとったけど、ちょっとずつあの成長してて、私もねいい感じにギアが上がっておりますよ。東京にもライブ来るの、行くよね多分きっとね。東京、東京行きたい。東京ゼロなことはきっとないと思うけど、さすがにあるよね。でも年内ありそうだよね東京。知らんけど、なんもありそうじゃない一回ぐらい。見てなパフォーマンスほとんど見たことない。そうですよね、そういう方結構多いと思うんで、ぜひ見に来てください。で皆さんフォローのほどよろしくお願いします。このショールームのフォロー、うん、アカウントフォローしてください。そう、拠点は大阪です。年内来てくれ、お会いできるね。絶対行きたい年内。だって私普通に東京のホワイトニングまだ契約して行ってないもんこっち来ちゃったけど。あみずきに泣いてますって。え、なんでよ、なんでよ。あ、アリスちゃんのフォローしますって。わあ、ありがとうございます。あ、すごい、ありがとうございます。え、歯磨きした？したしたの？え今からアイス、一瞬アイス食べようよとか誘おうと思ったけど、え、食べた？もうアイス食べてない。チョコミント、あ、まず食べてない。え、今日食べ、今日食べたい、食べたい、食べたい、一緒食べるけん、ちょっと配信ここまでしていいそうそうですね、配信もアイスに負けちゃった、うん、アイス食べていきます。だってもう遅くなっちゃうから早く食べんと、ま、だ。じゃあ皆さんありがとうございました。アリスもありがとうございました。ぜひアリスの配信明日か明後日かやると思うんで、なんかこんなこと何なんだろうこの手は、いつかやると思うんでってやってます不思議です。いつかやると思うんで皆さんぜひチェックしてください。アイス食べたいで行ってきます。行ってきます。明日のラジオ体操遅刻しないように。やばいてるよアリス。上手。のこの今のもうイントロで、うん、イントロとかあるもうこれだけで歌うまいのが分かりましたよね、はい、じゃあ皆さんラジオ体操も聞けたところで締めたいと思います。第13位、くさびふくさん、ありがとうございます。
第12位マックスさんありがとうございます。第11位セタンカさんありがとうございます。第10位リュウセさんありがとうございます。第9位バラ86さんありがとうございます。第8位エレメンツさんありがとうございます。第7位キドッチさんありがとうございます。第6位ふみさんありがとうございます。第5位阿部寛さんありがとうございます。第4位よっぴさんありがとうございます。第3位おみそさんありがとうございます。第2位えびさまさんありがとうございます。わーい。第2位そして第1位は大好きさんありがとう。タワーありがとうございます。本当にもうあのショールーム初配信最高のもうキラキラした画面で嬉しいです。ありがとうございます。大好きさんタワー超嬉しい。素敵なデビュー迎えられますように。では皆さん24日ぜひ会いに来てください。これから尾上瑞希アイドル再デビューですけど皆さんどうぞよろしくお願いします。会いに来てください。ではまた次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。